背筋が凍る。オークション中に切り刻まれた作品。この作品は正体不明の覆面アーティストバンクシーの作品です。2018年オークションに出品された時はきちんと額に収まっていたんですが、1億5000万円で落札のハンマー音が鳴り響いた瞬間、警報音が鳴り響き、作品が滑り落ちるようにシュレッダーで切り刻まれてしまったのです。会場の人々は言葉を失い唖然としていたのですが、これは作者のバンクシー自身がシュレッダーを仕掛けていたと後に公表しました。アートの本質や作品の価値に対する市場の執着について、自らの作品を破壊することで問いかけたのです。なんとこの作品、今東京で見ることができます。私も実際に見に行ったのですが、想像より大きいなって思いました。バンクシーの他にもカウズなどいろんな作家の作品が見れる無価展は森アーツセンターギャラリーで6月2日まで。これまで大分、京都と巡回してきて、東京が最後の会場みたいなので、まだ見ていない人はお見逃しなく。